ますよ。はい、はい。おほほほ。あー、いい焼き目ですね、これね。お、たまんねえな、おい。どうもー、マイケル・ジェイ・フォックスでーす。はい、ということでですね、お料理動画の方をやっていきたいと思います。はい、すいません、料理の2、3リュでした。はい、今回、皆さんに紹介させていただきたいのはうどん餃子。知ってますか、うどん餃子。高槻名物うどん餃子ですよ。はい、これはですね、大阪の美久グルメですね。はい、ご当地レシピ本も出してるんですね、実はね。僕の書籍の中で唯一重版してないっていうですね、もうひときわ売れてない本なんですけど、その中にですね、うどん餃子っていうのがね、ありまして、まあ前にやった時に結構バズったんですけども、これねマジうまいですよ。はい、これはまあちょっと僕なりに調理したものっていうのを今日は皆さんに紹介していきたいと思います。まず冷凍うどん 200g のやつですね。これをまず解凍します。600ワットね、3分30秒らしいんですけど、3分弱ぐらいで大丈夫です。はい、じゃあ解凍していきます。うどん温めてるんですけども、ニラ切っちゃいます。はい、ニラはですね、こうやんな感じで、あ、細かい感じで大丈夫ですよ。はい、こんな感じでね、半束分今使ってます。はい、こんな感じですね。はい、でここにですね、豚ひき肉ですね、 200g 入れます。で、そうこうしているうちですね、うどんが焼かりましたので、はい、こんな感じでぶつ切りに、はい、していきます。はい、こんな感じで大体3センチとかぐらいかな、これぐらいかな、これぐらい、こんな感じに、はい、刻んでいきます。はい、さっきのボウルにこの刻んじゃったうどんをね、入れていきます。はい、卵ね、まあ1個、はい、入れて、薄力粉がね、大さじ1、これ小さじなんで3杯入れますね。豚肉に香りがあるので、生姜、まあ大体 5g ぐらいですね。これ 5g よりちょっと多いので、トントントン。で、白だし3を入れていきます。小さじ2です。はい、で、胡椒ですね、あとお塩入れます。はい、あとですね、銀色のやつです。はい、これは飲みます。辛口だね。ここでマジマジしていきます。はい、マジマジね、僕は手でやっちゃいますけどね、ちゃんと洗ってくださいね。はい、よく練っていきましょう。はい、今日はこれって何なのかっていうと、餃子の皮をね、うどんにしちゃってるんですよね、皮の食感を。これがね、もっちもちしててね、うまいんですよ。冷凍うどんじゃないやつでもいいです。はい、なんですけど僕は冷凍うどんの方がおすすめです。なぜかというと、冷凍うどんってすっごいもちもちしてるじゃないですか。食感がすっごく餃子っぽいので、普通のゆでうどんでも全然平気です。はい、こんな感じですね。まずごま油引いてください。これね、大さじ1ぐらい入れちゃっていいのかな。で、ここに丸めた、うどん餃子をね、入れていきます。形作るときに手にごま油塗った方がいいです。僕は塗ってないんですけど、まあ、こんな感じ、こんな感じ、一つこんな感じですね。はい、で、まあ、こんな感じで焼いていきます。はい、じゃあちょっとこんな感じで焼いてみます。今回はね、ちょっとね、大きめで作ったので7個、あんまりこう熱いと、豚肉に火が通らなかったりするので、まあちょっと押しながら形を整えてですね、ね、こんな感じです。で、火はね、中火ぐらいで焼いていってあげてください。特にもう本当にね、ひき肉使ってるので、肉が火が通るまで焼いてください。よくよく焼いてください。繰り返していきますよ。はい、はい、おほほほほほほ、あー、いい焼き目ですね、これね。お、たまんねえな、おい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 、あ、うまそうですね、これ焼き目なんですよ。おー、おい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 っと、はいはい、はい、全部ひっくり返します。じゃあね、ちょっとね、ひっくり返したところで蓋をして蒸し焼きにしていきます。こうすることによって中まで火が通りやすくなりますので、3分ぐらい、はい、焼いていきます。ちょっとね、3分ぐらい置きましたんで、焼いてます。お、いいですね、うまそうだな。じゃあね、もう焼き上がったと思いますので、これをですね、お皿にやっていきます。形のいいもの、ね、じゃあこちらでですね、はい、高槻名物うどん餃子の完成でございます。
はい、ということでですね、できましたので早速食べていきたいと思います。添えるのはです、今回ポン酢にしました。はい、これはお好みでもいいです。ライトシュートストラー油で、ラー油2回いったね今。餃子のタレを作ってもいいですし、僕はポン酢全然いいかなと思います。ポン酢でちょっと食べてみます。これポン酢ね、いただきます。あ、これねめちゃめちゃうまいわ。これほんと美味しい。餃子がね、すごくもちもちしてて、普通の餃子より全然簡単なんですよ、これね、混ぜるだけなので。うん、うん、素晴らしいのがこのうどんが焼けてる、パリパリになってるんですよ。サクサク言うんですね、食べててね。これがすごくね、焼き餃子を食べてるような感覚になるんです。これね、何が言って簡単なのが、すまなくてもいいっていうですね、すっごい簡単なお手軽レシピなの。これほんとうまいわ。ビールが合うね、これね。僕ね、食べててね、嘘をつけないんですよね。まぁ、ちょっとね、ちょっと待ってください。これちょっとね、あまりにもうますぎたので、味変したくなってきたから。ポン酢にラー油。やっぱね、餃子つったらラー油でしょ、これ。これでね、ちょっとピリ辛で、ちょっといきたいかなっていう風な欲が出てきましてね。いただきます。本当美味しい。さっきの作り方でやると大体ね、2人分ぐらいになりますので、これ一人で食べちゃう、うますぎて。うん、ご当地グルメなんでね、なんかこの原案を考えたのは僕じゃないんですけど、ほんとね、これ考えた人マジ天才だと思う。なんなら普通の餃子より好きかもしれない。それぐらいね、めちゃめちゃうまいので、皆さんね、ぜひ、ぜひね、これも絶対やってください。この動画がですね、美味しそうだなとかですね、やってみたいなっていうふうにですね、もう1ミリでも思っていただいた方、ぜひチャンネル登録および高評価および高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。